エメロード姫のおられた頃のセフィーロはこうではなかった。人や精霊、聖獣たちが仲良く幸せに暮らしていた。ところが神官ザガートがエメロード姫を捕らえてからセフィーロは一変した。セフィーロは魔物が徘徊する闘争と混乱にあふれた世界と化したのだ。もはやセフィーロはマジックナイトによってしか救われない。お前たちがそのマジックナイトなのだ。マジックナイト、確かにその話が本当なら大変な話ね。でも私たちには関係ないわ。この国の問題はこの国の人が解決すればいいのよ。セフィーロのものではできないのだ。できればお前たちには頼まん。さまざまな魔術師、戦士たちが姫を助けるためザガートと戦った。勝てなかった。私やるよ。そのマジックナイトになって必ずセフィーロを救う。ちょっと待ちなさいよ。そんな重大なことを簡単に決めていいの？困っている人が目の前にいるのに放っておけないよ。あなたも何とか言ってやってよ。バカなことはするなって。お前たちに選択の余地はない。マジックナイトとなってセフィーロを救わぬ限りお前たちは元の世界には戻れん。冗談。私には1週間後にフェンシングの大事な試合があるのよ。